はい、お茶間でーす。はい、はい、はい。今回のね、動画はですね、はい、第2回目。第2回目。はい。パーコチューン行ってみたーということで。ちょっとテンション低かったな、俺。上げてる。上げよう。上げよう。で、今回も、俺がギターを習う。はい。で、カズヤは、ドラムを習うと。はい。互いのパートをチェンジするっていう。前回は、まあ、アジアンカンフジェネレーションの、アジカンのリライト。リライトを、まあ、ワンコーラスやったんですけど、今回は、まあ、ワンコーラスやるなんてそうそうないから、フルコーラスでやろうと。なるほど。はい。フルコーラスで、まあ、どんぐらい期間かかるかわからんけど、とりあえず、1ヶ月間、やって、練習して、で、初心者向けの曲を一応選んで、やろうかな。ということで、はい、そんな感じです。何の前や、はい、納得した。うん。でも曲はもう決まってんのよね。はい。うん、曲は、はい、皆さんご存知の、Doors、の、Doors の、ドンテン、ドンテン、はい。はい。Doors の中で一番有名な曲ですね。はい、銀玉の曲ですね。まあアニソン、もう最近アニソンばっかやってるから。まあね。うん、まあ、アニソン、うん、アニソン好きやから。まあ銀玉はまだチェックしきれてないんだけど、うん、でドンテンかなり有名なので、うん、これをやっていこうと。うんうん、すごいね。スリーピースのバンドサウンドっていう感じ、はい、うん、曲でやりやすいし、あの楽しんちゃうかなと思う。うん、恥ずかしながら初めて聞くんです。うんうん、なので、まずそこからです。あ、そっか、聞いたことないんですよ。フルコーラスは聞いたことないかもしれない。うん。フルコーラス聞いたことなくて、で、まあ、一回さらっと聞いたんですよね。ちょろっと聞いて、あ、いけそうという感じだったんで、これからちょっと耳コピして、で、それを、ちょっとスタジオで、その耳コピしたやつを教え合うという感じで。はい。やっていこうかなと思います。はい。はい。お願いします。あ、お願いします。何、怒ってんの？いや、全然。今意外と下回らんから、喋らんかった。よろしくお願いしますって言うとしたから。じゃあ、はい。はい、どうも。じゃあ、早速ね、はい、スタジオまで来たんで、はい。1から、ドンテンね。はい。すごい初心者向きやと思う。めっちゃ簡単。楽しくいけると思う。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速行きましょう。はい。うん。じゃあ、今もアンプ繋いでるから、多分下のさ、スイッチとか、そこのボリュームフル手にしてもらって。いっぱいあんねんけど。左下のやつをフル手にしてもらえれば、多分音も出るんちゃう、はい、フル手わからん人おる？フル点じゃ、なんか乗せとくわ。フル点とは。これ一番右のやつは？あ、全部10にしてもらっていい？全部10で。全部10で。音出るか確かめてみて。バッチリです。では、このドン点は、基本的にはパワーコード。パワーコードね。そうそう、俺の得意分野。うん、で、後半だけちょっとそのパワーコードじゃなく、ちゃんとしたコードとして押さえるっていうところはあんねんけど、はい。でも基本的にパワーコードでもう押し切っちゃって OK。はい。で、いきます。はい、まずはですね、コード的に言うと D。D のコードのパワーコード。D。うん。だから5弦の5フレット。そう、それやね。もう説明不要やね。パワーコードは。パワーコードは得意やから。もう俺らのチャンネルはパワーコードはとりあえず省いていくから。パワーコードぐらい。説明不要。初心者でも全然いけるから。パワーコード。こいつを、で、まあ、3本で鳴らすしっかりしたパワーコードね。で、ドンテンに関してはこれが始まるときに、ここやねんけど、一旦さ、ミュート状態にしてもらって。そうそうそう、音出ないような状態になって。で、これで右手。普通にこれでいいかな。そう。これでいい。ずっとやんねんけど、ついてきてる。目が怪しい。ついてきてる。オッケー。神経やん。今のやった理由っていうのが、うん、これはこのままやねんけど、ここにダラッタダラッタダラッタっていうノリを感じててほしくて。ああ、はい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 。わかるわかるわかる。で次は、音。音を入れんねんけど、その音を操作するのがこっち側のミュートやねん。こっちのミュート、ね。そう。だからダダッタ。ダダッタって実音になってる部分が押さえるときやこれ言ってることわかる？はい、わかる。だからさっきのこれをこのまま音でっ
手が左手が音やね。そう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 。めっちゃむずいっすよ。めっちゃむずいっすよ。もう右足もそうそうだぜ。あ、わかった。これコツ、うん、押さえっぱなし開ける。押さえっぱなし、そう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 。さっきあーそっか押してしてたけど、なるほどね、ドラム的考えてたからタン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 やったけど、タンタタンタや左。そうですね。そう。はい。うん。あ、いける。いけそうやろ。いける。で、じゃあ一回やってもらっていい？はい。ワン、ツー、スリー、フォわからんから、コードがバッチリバッチリ、はい、で、この曲はコードとして使うのは4つ、うん、4つです、はい、イントロと全体合流が始まったらまず D のパワーコードで、これが全部あれかな、4つに分かれるコードの流れをそのままいくねんけど、はい、次が、B フラットなので B フラット、うん、6弦の違う、B フラット、うん、6弦6フレット、そうそうそう、6弦6フレットになっていいかな、そうそうそう、うん、で次が F 上の高いやつ8かな、1個下の5弦の8、5弦の8 3 5 6 7 8、そうそう、でそのまま、うん、割愛して言うけど、ラララララララと
っとおっと合ってる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 教える必要ないね、そうここはね D マイナーF やから制覇になるかな。あ、そんな感じ。ん？どっち？あ、そっちで、その後こっち。で、また C。で、C の場合はこの後にサスフォーっていうのが入って。小指だけ一回下にずらして戻す。Yes.顔に刺さってたのよ。顔に刺さって。誰かがギターは顔で弾けって言うてたから。顔で刺す入れてくる人は初めてだった。で次が、B フラットなんねんけど。一回ゆっくりだけ繋いでみる。ああ、どこやったっけ。D マイナー。同じ。で次が、全部あのコードしっかりしたコード、うん、これが D マイナーです、うん、ダーンみたいになってる、うん、ギターはもうアコースティックイエスイエスイエス。これこのリズムがむずい。でコード一緒さっきと。なんとなく言ってる、うん、ドーンバッチリです。 OK です。全然いい。今日はこっちおらんから。もうバッチリ、もうちょっとものの20分ぐらいでもうあのだいたい教えれたんちゃう。これ難しいのが、うん、パワーコードはいいよ、はい、D とあと、刺すね。そう。刺さ。いいと思う。じゃあこれでちょっと1ヶ月間ぐらいですかね。練習してみます。うん、はい、ではドラムパートいきます。はい、お願いします。はい、さっきギター教えてもらったけど。まずそのタドン、ここフラムという技を使いまして、はいはいはい、あのうちらはフラムの説明せえへんから何のせえへん。フラムは、はい、このちっちゃい音と大きい音が一緒くたになる音がタラッていう音。 OK です。はい、それです。これ右をちっちゃくても左をちっちゃくてもどっちでもいい、うん、好きな方でどうぞってこと。ああ、OK、それをタラってやった後にキックを一発ドン。 OK、 タラドン、タラドン、イエス、 OK、 やってみて。いきます。はい、それです。ゆっくりしたら、はい、うん、でそれをイントロの部分で、はい、タラドン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 、タンタンタンタカタカタカ、もう全部スネア。オッケー。はい、
ゆっくりやります。はい、はぁ、あ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 、じゃ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 んじゃんタドタドそれです。 OK、 はい、わかりました。で次イントロの後半、ギターがジャンジャラジャラジャラなるところやね。はいはい、シンバル、はい、ジャーン、頭一発こっちね。はい、でハイハット、うん、ハーフオープン、ハーフオープン、オッケー。もうやかましい感じで、こんぐらいな感じで、うん、でキックパターンはドン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 、ずっとこれドン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 ターン、ドンドンターン、オッケー、疾走感重視ってこと、はい、ドンドンターンね。まあゆっくりやりますね、うんうん。頭一発やりにくいな、ドドパン。頭一発のこのシンバルを叩くときはドンでいい。オッケー、了解です。うん、でこれあの、はい、ハイハットのこのハーフオープン、うん、刻むの結構しんどいから、はいはい、あの8じゃなくていい、4枚がドンカンドンカンドドタ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 ンって大丈夫です。 OK、はい、じゃあそうするとでダラ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 ッタダラッタになる手前のところにドラムのフレーズがあるんだけど、はいはいはい、ドドタンドドタンドドタンドンタカタカタカ、はいはい、でジャンイエス、キックも一緒に、うん、大変や。ミュートはしなくても、してもせんでもどっちでも。オッケーオッケー。そうすると一回ゆっくりやってみましょう。いきましょう。はい。アジカンの時でロール頑張ったでしょ。あれが頻繁にきますこの曲。大好き大好き大好き。うん。ジャンタカタカでジャンタカタカタカジャーンでタラッタタラッタタラッタタラ。タラはタラタラッタタラッタタラッタタドンドンタン、あ、ドンか、ドン、スネアとフロアでドン、オッケー、ダダッタタラッタタラッタ、そうで次またドンタンドドタン、これよ、これができないとこの曲できへん。オッケーから、はい、次の A メロの一発目シンバルでハイハットはクローズで、クローズね、クローズやねんけどやかましくしといていい、ちょっと、あ、はいはいはい、がっちりし、一回鳴らしてみて、こんぐらいでいい、okay. だからハイハットをツツタツツツタツやねんけど無理なら4でいい、はいはいはい、了解です。じゃあダラッタタラッタタラッタタン、でこれをいきます。サビ前までこれで一緒です。サビ入る前のロールは終わったらシンバルで終わる。 OK、 はい、はい、ルルジャーンドンテン、次のドンテンはシンバル2枚でもいい。 OK OK、ドンターンドドターンドドターン変わらず、はい、でライド、そうですね、うん、ドーンって、ちょっと難しいフレーズが一瞬出てくんねんけどやってみる。あ、まあ一応教えてもらって、うん、ドドターンドドターンドドターンドドタンツタ、あ、タンツタ、うん、そう、サビの節で一回来る。はーい。うん。オッケーオッケー。まあおかずの部分に入れちゃえばいいってこと。そういうことです。はいはいはい。でそれが終わったらまたドンタンドドタンドドタンドドタンが繰り返しされて、でまたツンタカタカタカロールが入ります。サビの一番最後。またこっちに戻る。A メロになる。オッケーっす。うん。感想があるでしょ。そこもずっとサビと同じ。ああそうね。うん。オッケーオッケー。了解です。これができたら、うん、この曲
4分の3持ってきてんねん。オッケーオッケー。あと難しいところは、うん、じゃーん、タンタンタン。あ、はい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 。あ、そうね、感想じゃーん、タンタンタン。あっこはシンバル一発で、キックはずっと四つ打ち。オッケー。はい。ビクトリー。ビクトリー。勝ってどうすんねん。ワン、ツー、スリー、フォー。キックはそのまま。はい、オッケーです。で、ファイ、シ、セブン、エイ。ここが難しい。はい、うん、タン、ン、ト、ン、ドン。タン、ドン、ドンって上は鳴る。そう、はい。キックはずっと、ワン、ツー、スリー、フォー。タン、ン、ト、ン、ドンっていう感じ。オッケーです。はい。そう。難しいけど、そうですね。うん、それ。それです。一回タンは被るってことや。被ります。あー、そういうことだ。で、一番最後も被ります。そう、一、はいはい、回裏に入ってくる。あー、オッケーっす。それすごい分かりやすい。いけそう。はい。で、2回目、うん、どこどんどこどこじゃーん、うん、って感じで次につながる、うん、で、次がんた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 。はい、イエス。オッケーオッケー。で、4回目でこの流れ終わるんで、はい、4回目が難しい。ロールが入ってくる。はい、タカタカタッタタカタカタタカタカタッタタカタカタン。これね、キックと同時ね。はい、いける。うわ、いけるね。つないでみて。いいよ。オッケーオッケーオッケー、了解です。次、はい、次が結構難関です。これが最後の難関みたいなもんや。これが最後の難関。 OK です。これも四つ打ちやねん、キックは、はい、ドン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 、タンタンタ、タンタンタだけやってみて。それ、これ頭は一発はシンバルとスネア。おー、タンタンタ、そう、タンタンタ、ツタンタン、うん、そう、これがずっと繰り返されるっていうのが難しいところ。ああ、そういうこと。タンタンタツタンタンダンダンはスネアとフルワン。イエス。オッケー。で、ドーンテンにまた入るから。で、俺のサスと一緒。臨戦態勢のリーバーみたいな。てな感じで、はい、これを今回1ヶ月ぐらいかな、うん、ちょっとできるまでフルで、うんうん、前回はワンコーラスやったけど、今回はフルでやって、ね、うん、次回の演奏してみた動画で出していこうと思ってます。 OK です。はい、お願いします。そこもお楽しみにということで、うん、頑張って練習していこう。頑張ってやっていきます。はい、お楽しみに。さよなら。さよなら。